4年ぶりの開催で多くの来場者が詰めかけました。東京モーターショーから名称を変更した国内最大の自動車ショージャパンモビリティショーが今日一般公開されました。 EV、電気自動車に加え歩行型のロボットなど最新技術が集結する中、来場者は試乗したり大型モニターを撮影したりして楽しむ様子が見られました。一般公開は来月5日までです。